皆さんは、ムベンベラジオっていうのをご存知ですか僕は知りません。はい、こんにちは。ワン、ハッキオレイブンです。それでは本日こちらのゲーム、ムベンベラジオというゲームをやっていきましょう。オッケー。はい、ということで、えっ、ー、と、こちらなんですが、まあ、なんか最近ちょっと巷で話題のホラーゲームっぽいんですよ。このタイトルの漢字からして、誰がそんなことを予想できますでしょうか まあなんかね、あのー、イメージとしては、あの、僕夏僕の夏休みっていうゲームは、まあ、ちょっと皆さん多分聞いたことあると思うんですよ。なんかあれになんか近いようなグラフィックの世界観らしいですね。まあラジオっていうぐらいだから、うん、今時の子ってラジオ聞かないでしょまあ今時の子って言ってもさ、まあ僕もそんな聞いた覚えないです。はい。じゃあやってみましょう。初めからです。 えーと、基本的なね、ASWD で、えーと、イントラクト調べるときにはいいオスでシフトダッシュ。はい。なるほどね。わかりました。行きましょう。放課後の学校。下校時間だ。今日もあの森を取るの嫌だな。すごいすごいよすごいよ世界観がすごいよちょっと待って。マウスカの良すぎる。私には酔っちゃう。 うん、これぐらいでいいかな。うん、これぐらいでしょ。学校があって、お誰だお前。あ、ほんにそれっぽいね。貴様は何者だ。さえちゃん、君ちゃんは無便目ラジオって聞いてるうん、うん。まだ聞いたことないんだ。そうなんだ。毎回小さなお題を出されるんだよ。君ちゃんも聞いてみなよ。うん、今日帰ったら聞いてみるね。 ムベンベラジオっていうねなんかさそういう番組みたいのがあるのかね駄菓子屋こんな駄菓子屋見たことないなんか昭和のほんとそういう雰囲気あのちびまる子ちゃんのさあれわかるなんか夢いっぱいっていう曲なんかあの時のさあのオープニング流れてるさあの駄菓子屋ってすごい憧れるんだよねあのかき氷屋さんのあるねチーッスおばちゃんふがしちょうだい誰もないっす 君はこのさ、タイプのガチャガチャってさ、めっちゃ、100円で、ね、ほ100円。え、今のさ、若い子ってさ、このタイプのガチャガチャって見たことないでしょあの、もろさ、この銀色の部分にさ、あの、100円入れて、で、そこを、あのね、レバーガランって回せば、このなんか、あの、出っ張ったところからポンってできるやつ懐かしい。今も見かけなくなったよね、このタイプ。てか、今、ガチャガチャもさ、なんか、ね、あの、値上がりしてさ、 平均300円ぐらいでしょ多分。昔はさ、100円が当たり前で、200円がちょっとね、あの、お高い商品とかだったり。で、私がほんと、ね、高校生ぐらいの時かなになんかあの、500円のなんかボイス付きのね、なんかあのボタンみたいな、あれが流行っていたんですよ、少年。元気くん。このガチャガチャ全部揃いたいけど、なかなか揃わないんだ。同じのばっか出てくるんだよ。そんなもんだ。ガチャなんて。 ああ懐かしい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 ,懐かしいあほらこんな錆びれたシーソーねえちょっとあの木の部分がなんかちょっとあの腐ってるような <laughs> いつか壊れるぞ今こういう声もさ多分なくなってるんでしょなんかこういう遊具とかもなんかんしされちゃってねえうんなんか寂しいもんでもありますよねよいしょすみくんこれ割りましゴムデッポだよ6連射できるようにするんだ はあ。なんかな、遊び方がほんと昔っぽいよな。ほら、こういうね、なんか懐かしいな。まちこちゃんの妹。バースまだかな早く帰って、ムーベン便ラジょ聞かなきゃ。無ベンらラジオってみんな知ってるんだ。小学校乗り場。はい。えっ、ー、と、まちこちゃん。えー、君ちゃん家は近くていいな。公園の奥の森抜けたらすぐだもんね。近道って憧れるな。ここか。この奥が、 私、君の、家までのキロってことか。じゃあ行ってみましょう。この道、朝は平気なんだけど、夕方は少なくてちょっと怖いんだよな。早いな。ふっ。うん。私です。私のお友達がいます。うんうわ。なんでこんなとこ欠かしあんのなんでこんなところに欠かしがあるんだろう。ちょっと怖いな。私と同じこと思った。動いたりしるな。お前動くなよ。お前動くなよ。お前動くなよ。 よし、あ、そして本当にすぐ近くなんだここ抜けたらおそらくこの立派なお家が私のお家でございますねあ、猫ちゃんだ白猫さんからあ、かわいいゆきちゃんただいまあーかわいいねゆきちゃんゆきちゃんまるまるとしてかわいいねめんこいねゆきちゃんうんこれがラジオかあ、聞けるねじゃ聞いてみましょう お、なんか軽快なリズム。いや僕ムぬタロー。ろう。はベンベン。<laughs> ベンベン。ベンベン今日も手紙が届いてるよ。わいあ。なるほど。この二人、ぬべんべってことね。ムうタロー、う、べんべん、こんにちは。私は小学生の女の子です。はい。学校からの帰り道、一人で歩いていると寂しく感じる時があります。あ、わかる、なんか。 帰り道が楽しくなるような無べんチャレンジをうべチャレンジ帰り道が楽しくなるようなチャレンジだねよし、任せて <laughs> 任せられるかな、べ <laughs> んべうんなんか出たよわ、3つも何が生まれたのじゃあ、今日から三日間べんべ、ベンベ何者一つずつお題を出していくよあ、はいはい一つ目のお題、いくよおい、かがとい 卵だ、卵生まれたね。私に声をかけてみよう。私<ん>。かかしカカ。よく畑に立っている、あのかかしだね。みんなも帰り道にかかし。いるよね。いや、そんないねえよ。明日の帰り道、早速チャレンジしてみて。あ,あ、はい。ふふ。わくわく時期あるな。<laughs> 本当に若くするか、それ。<laughs> え、終わった。 んとつまんねえラジオだな <laughs> あそして2日目ですねはい「無面目ラジオのお題かかしに声かけてみよう」だったよねやるのか今ここで元気くんこのガチャガチャシークレットのがあるみたいなんだけど本当に生えてるのかななかなか出ないからシークレットなんだよ元気くん おバカさんねきみちゃんは無便目ラジオって聞いてる僕ちょっと怖いから聞くのやめたんだ怖いうんほら噂があるでしょお題をむしると怖いことが起きるってそんな噂があるんだまあただの噂なんだけどさほんとかその噂いろいろ怖いぞお姉ちゃんいつも怖い話して私のことを怖がれそうとするんだよ 私や、でも私全然平気なんだからまちこちゃんねえねえこの公園のブランコ一人で揺れてるとこ見たことあるえ見たことないよ誰かが見たって言ってた学校の外だけどこの学校の七不思議の一つなんだって動かないやん何や動か

何も起こらない。そうだよね。帰ろう。動くなよ。待って待って、え何今、僕に話しかけてくれたよね。えお前話しかけたのいや、ごめんごめん。昼寝してた。そんな踊れた顔してないでよ。いつもこの道を通ってるの知ってるよ。実は僕、すごく困ってて、誰かが話しかけてくれるのずっと待っていたんだ。困ってるそう。僕が昼寝してる隙に、僕の大切な目玉を、 カラスの野郎が一つ加えていきやがったんだ。きちっこ悪いな。そしてあと、うちのね、あのー、ちょっとお友達が大変申し訳ございませんでした。この森のずっと奥にすがっていろいろ集めてるみたいなんだ。僕の大切な、大切な、大切な目玉取り返してくれないかいわトを過ごしてみるありがとう僕の目玉は青くてピカピカのボタン。よろしくねえ、やんだけ。えー

あっちからっ多いな。あーでもどっちも変わんねえか。これ。今だうぅ。完璧や。完璧や。わし完璧や。わし完璧やん、これ。やっぱステルスミッションのね、申し子って言われてるからね、私は。ね。ここやてん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 。オッケーオッケーオッケー。あとなんかちょっと BGM 欲しいな。さすがに無音はきついぜ。あっ危ない これ見つかったらどうなんだろうちなみに。カルスに殺されるのかなシュー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 シュ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 ー。朝死ぬのごとく。そこここだね。そこそこそこあ、こわ これ難しいと思ったけど、そうでもない。そうでもない。これだ。すってこれだよね。本当にいろいろ入っている。青いボタン。青いボタン。あったはい。おう、帰ってきた。あ、よかったよかった。目玉を取り返してくれて。ありがとう。これからは昼寝もほどほどにするよ。およかったな。うん、こっち来んなよ。お前こっち来んなよ。 こっち来なよ。よし帰る。あゆきちゃんいないあいた。ゆきちゃん、ゆきちゃんただいま帰ってきたよ。ゆきちゃん、ただいまいいかいいか。いいかあー。かわいいね。めーこいでゆきちゃんに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 ゃにゃにゃにゃ。幸せはい、聞きます。 僕ヌー太郎僕はベンベン昨日のラジオは聞いてくれたかなあ,あ、はいうふふ、<laughs> 僕はそれちゃったま何やっとんねん<う>自分でお前産んだ卵の予言だろ予言ってかどうから3回に分けて学校の帰り道を楽しくするグベンチャレンジをやってるようんじゃあ今日は二つ目のお題だねせやなうん じゃあ早速二つ目のお題いってよ。次何だい？うら生まれた。秘密の数字は赤、白、黄色。だってさ。赤、白、黄色？べんべん。これなんだろう。うーん。きっと秘密の数字なんだろう。いやまんま言っただけやん。そうだね。入り道に秘密の数字はよくあるよね。えどういうこと？入り道にある秘密の数字は赤、白、黄色。赤、白、黄色。<laughs> ワクワクし何がだよ分からなすぎて何も若く起きねえよ赤白黄色ねうんまあちょっと気をつけてみましょうメべべラジオのお題秘密の数字は赤白黄色秘密の数字って何だろう俺が聞きてえようんあ,ーあでも昨日話しかけなかったなこの子に彩ちゃん 最近、行方不明の子供が増えてるってニュース聞いたいや、いきなり不穏。うん、ちょっと怖いね。大人たちは、えー、大人たちは知らない人に気をつけなさいって言うけど、包帯人間の方が怖いよね。包帯人間包帯人間ってあれ知らない全身包帯ぐるぐる巻きで突然現れるの。見つけても絶対触っちゃダメだよ。触るとどうなるの包帯でぐるぐる巻きにされて、包帯人間されちゃうんだって。怖いね。 なんかそういういさ階段あるよね階ってかあの学校の怖い噂い、ね、学校の怖い噂花子さんが来たのさあのトンからトンっていう話みんなそっくりみたいなあとはシークレットが出れば全部揃うんだけどなどんだけ課金してんのよ素晴らしいなガチャガチャをさこのさあの現物のガチャガチャ課金っていうのはこれあ正解なのかな隅野くん僕ね 欲しいエアガンがあって、お小遣い貯めてるんだ。M29 っていうかっこいいリボルバーがあってさ、今はこの割り箸ゴム鉄砲で我慢我慢。えいいセンスじゃん。でもやっぱね、ピストルはね、やっぱ男の子のね、やっぱ憧れなんですよ、皆さん。さいた、さいたチューリップの花が、こんなリズムだっけさいた、咲いたチューリップの花が、<laughs> こんな感じだよね。ねえねえ、あの不思議ってブランコの他にはどんなのがあるのそうだな。誰もいないはずの教室で笑い声が聞こえたって話もよく聞くよね。それって幽霊どうだろう。昔隠れんぼの最中に行方不明になった子がいるって聞いたけど、もしかしたらその子がまだ隠れて遊んでいたりして。怖さて、肝心の赤、白、黄色。うん。 こっち側って何かあるあっこの後遠回りになっちゃううんーで、校時間のおうち帰ろうこっちも特に何もないかなあオッケーええ出荷時間午前10時午後4時おばちゃんいないの あこれじゃね赤、白、黄色1234561234123あて何なんもだっけえー、っと1234566123464123643これだ完璧やありがとう妹わかったぜ おかしくん大丈夫。いや、おかえり。今日もいい天気だね。なんか怪しくなってきたな。こいつ。うん、うん、ゆきちゃん、ただいま。ゆきちゃん。ゆきちゃん。どこまで行けるだろう。 戻ってきた。どういうこと。怖い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 。ラジオ聞いて待ってよ。はい。じゃあ、聞こう。六四三だよね。うん。いや、僕、ぬータロー。僕は連ベ盟ンベン。 帰り道を楽しくする無ベンベチャレンジみんな頑張ってるかな頑張ってるよ帰り道を楽しくする無ベンベチャレンジベン,ベンたら忘れちゃったおいこいつひかけんいい加減せよほんに帰り道を楽しくするような無ベンベチャレンジのリクエストがあったんだよそうだった帰り道楽しくなってるといいねいや一言かうんじゃあ今日は最後のお題だねあれ特になんもないのかな 遠回りして帰ってみよう遠回り遠回りってじゃあ学校から<何>あっち側に行けばいいってことかいつもとは違う道を通ってみようってことかなうん明日の帰り道はちょっきり冒険してみてねなんかそういう話聞くとちょっとワクワクしちゃうな俺もワクワクしちゃうなこれはワクワクするわいつもと違う帰り道通るってのはねはいさあ3日目でございますさて 無弁無ラジオの台題、遠回りして帰ってみようだったよね。うん。サイちゃん。無弁無ラジオの台題、無視したら怖いことが起きるって噂、本当かな何が起こるか、ちょっと気になるよね。大丈夫それフラグじゃないあれ元気君あれ元気君がいない。墨の上君もいない。 え、待ってこれ、増加だったのあ、そして、あ、帰れなくなってるあれなにこれ通れなくなってるウェベンベラジョの台、遠回りて帰ろうだったよね遠回りしてみようかなえーあれ元気くんだちどこ行ったんだろうねえねえぇ、君ちゃん、包帯人間って知ってる絶対触っちゃいけないやつ、だよねそう 私、昨日バスの窓から見えー、見たんだ、見たの。包帯人間、何してたの。ただ立ってた。こわ<怖>。ねえ,ねえ、ねえ、きちゃん、包帯人間でした。あーあ、じゃ、じゃ、お前はもう、さっき聞いた。え、ま、ちょこちゃんね。ああ、あ、お腹すいたな。今日の晩ご飯何かな。今日の給食、カレーだったでしょ。給食はカレーだと。家でもカレーだったりしない。 ううん、うん、たまにあるよね別にいいべやカレーうめえべやもく言うなお母さんがんばってんだぞ <laughs> じゃあとおばれてるかでは私は左から行きますそうクラピカ理論とりあえず左なんだっけ <laughs> うんんなになに 安全です。どうぞお入りください。絶対安全じゃねえ。絶対安全じゃねえ。お入りください書いてる。え入ったのこれ。入ってみよう。あれ閉まっちゃったよ。どこから出ら、えー、どこかに出られるとこあるのかなうん、終わったかもしんない。あれ わどこに安全要素あるんだろうこれになんだろう変なとこ来ちゃったかもしれないえこれ何のまずサバ系のあれかなフィールドかなそういえばここ迷路みたいになってるってこっそり入った子がいたっけ出られるかなええ これはどうなってんのマジでえこれか包帯人間えっなにこれあ <laughs> <laughs> なんやねあ、ここからなんだああれが噂の包帯人間ね なるほど。<laughs> ちょっと可愛かったな。うん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 。めとんのか。まあ、ということで、ああいうやつがいるからちょっと気をつけようっていう感じだね。OK です。OKOK。うーんと。まあまあ、任せがさいような迷路なんて、あっという間に解いてみせるんだか。うーん、迷った。えっ、ー、と、ここではないと。 こっち側も違うね。そしたら。えーと、したらさっきはこっからこっち行ってないよな。あ、いるね。おー追いかけてこないのまだまし、うわー結構いるあ、結構いる,あ,結構いるあ、結構いるね。あ、これはちょっと危ないな。 こっち側いけるいけるねオッケーよしよしよしチェイスっぽくないのがまだ救いだよし、こっち側行ってみようああ結構いるね、包帯人間こっち側いけるこっち、こっち行こう よしよしよし。あ、結構順調じゃないは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 い。なんか1体ぐらい浮かけてくるやついてもおかしくねえだろうな。あーと、これは、まずいな。うーんと。こっちがいける オオオッッッケケケはいあオッケーオッケーよし完璧やよかったこっから出られそう出よう何だったんだここはこれでお家に着くのかなあー着いた着いた着いたよかったよかったゆきちゃんゆきちゃんあゆきちゃんいた ゆきちゃん、ただいまザブトンポカポカだねあーめんこいにゃユキちゃんはほんとにもよいしょはい終わりですがんてきや何やそ,れそんな怖くないやこのゲームいやあ僕ムー太郎僕はデンメンデンメン実はね 打ち切りか <laughs> ラジオ終わっちゃうのこれだねあらあらさ、えー、寂,寂しいやつの家なんかテンションかそれ生ま,まれたはいよ最後のお題「寄り道せずに」 まっすぐ帰りましょう。いや、結構まっとう。結構まっとうだね。うん、そうだね。ねえ、ぬーたろう。またみんなに会えるうん、きっと会えるよ。ほんとかよ。わーい。ワクワクしちゃうな。ほんとなんかちょっとなんか抜けきった声だな。だ、ま、ね。またね。はい、バイバイ。 よくできました。はいえ,えあ、終わっちゃったあ、ゲームバイ、買った。え ?Thank you for playing. え、マジ、これ終わりえなんか想像していたの違ったな。はい、ということで、えーと、ちょっと僕ね、そう思ったの。えっ、ー、とね、2番目のセバー。 あのチューリップのあの下り秘密の数字ちゃんとやってなかったなってこれ手続きからってどうなんだろうこれ3日目かなあー3日目かしたらちゃっ,と待ってよ A few moments later. はいということでえっ、ー、とねちょっと問題の 二日目でございます。えー、無弁メラジオの題ひむ、えー、秘密の数字は赤、白、黄色。秘密の数字って何だろうっていうことでね。えっ、ー、と、一応ね、謎はほぼほぼ解けてるんですよ。このチューリップの数です。赤、白、黄色。ってことで、えっ、ー、と、六、四、三。で、ね、僕ね、気づかなかったんだけど、これ、あったのよ。これを、六、六、四、 これ、あ、いった開いちゃったじゃあここ行ってみようか何があるんだろうお屋敷なんかいるここ、前は空き家だったよねど、えー、ここにも植木があって取れなかったはずだけどえあなたは誰おやおや可愛らしいお父さんだ こんなところに一人でどうしたんだいそうだ、よかったら、このお化け屋敷の最初のお客さんにならないかいお化け屋敷そう、おじさんはね、子供たちの喜ぶ顔が見たくて、この家丸ごとお化け屋敷にしたんだ。さあ、中へどうぞ。怪しい。嬉しいよ。中は一歩道ちゃ、楽しんで。ほんとかよ。あ、え、あの外観から想像できないぐらいすごい立派なお屋敷。 え、急にホラーゲーになった。はっはっはっーえ、おしゃれすぎだろどういう作りを、クロックタワーか。バイオハザードか。いけない。え、一本道って、だよね。あのさ、さすが一本道だ。 あ,あ戻れないああ、ああ、ああ、やばいこれ。え、チェ、これチェイスあるんじゃん、さすがに。これさすがにチェイスもんじゃないうおううおうんああ、すごい。あ,あすごい。維持費高そう。一本道行って、行ったよね人魚さんだ。 な刺されてる一本道って言ったよねは。あうわえどうすんのこれこっち実は隠し扉があるみたいなねえわああこんなところにうわぁ これ絶対折れるこれ絶対折れるええどういう作りなんか開いてるやばい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 これまさくっていく何この椅子怪しい。 倒れた。さようなら。なに、鳥、鳥居だ。導かれてる。あ、どうも、どうも。こんにちは。あ、いいところですね。 いい鳥、いいですねいい鳥ですねはは、は、いい鳥ですねいやいい鳥だ。<laughs> いい鳥ですね増えてるね。お友達たくさんいてね。羨ましいですよ。僕そんなにいないからね。<laughs> さよなら。じゃな。帰るから。 られるオッケー、はあ、なんやねんここおいおっさんなんやなこのいい部屋おいいいい加減せこの楽しんでもらいたいからうるせこの二度と来るかこっちが本当に入り口だよね開かないけどどういう作りしたるマジでこれこれはもう入れないもう入りたくないわかるもう入りた…もういいわ 十分お腹ペコペコペコリーヌいやもうあのうんおお腹いっぱいだわ <laughs> 帰ろう帰ろう A few moments later. でこれで3日連続終わりとただいまゆきちゃん帰ってきたよああみんこいによいしょ みんなまたね。たねで終わるとあ大変よくできましたったあこれ多分グッドエンドかなもしかしたら。はいということでねえー、と次はじゃあこのムベンベラジオなんか無視したらとんでもないことが起こるみたいなことを なんかね、えっ、ー、と、あれあな、なんだっけさ、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 さなちゃんさらちゃんと言ったよね。ちょっと今回は3回とも無視するような行動したらどうなるのかちょっと見てみましょう。よし、じゃあ1日目。無視します。さようなら。帰ります。も帰るったら帰るの。私は帰るの。じゃあな。 さて、そしたら三日目なんですがあれあれサイちゃんみんないないよ。 あ。もしかして最初の時、あの二人がいなかったのって。二日目を無視したから。なんで、さいちゃんだけいるの。さいちゃん。さいちゃん。君。何か知ってるんじゃないの。 乗り越えれる。乗り越えよう。乗り越えちゃった。なんか変わるこれ。これで完全に三日連続無視っていう感じかな。ねえゆきちゃん。聞いてみよう。おお。お。どうして遊んでくれないの。<laughs> む,むたろえ嘘あ,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 あれさっきまで家の前にいたのにそれにもうこんなに暗くなってる早く帰れなきゃ専務誌はこうなるんだ このシークレットってもしかしては、はがきはがき一応開いてる帰ろう今とりあえず帰るんだえこれどうなっちゃうの あるか、あるか。お母さんいない。なんで。あ、聞けるラジオ。え。ど、どうじゃ。え。はがきを送って、ね。はがき。あ、はい。え、戻んなきゃいけない。これ。 百円持ってない。百円持ってないの。待って深夜二時。なんか増えてる増えてる。あ、なんか光ってる。あれ中で何か光ってる。懐中電灯嘘。懐中電灯だ。なんでこんなところに。あ、わお。うわあこっからちょっとホラー探索だ。 え、これ、学校の中入るって感じあ、さすがいないか。あ、さすがいないか。あ、あったあった。何か落ちてる。これは、一円玉。なんやねん。どっかに百円玉も落ちてるかも。あ、あったあった。あ。えビール瓶いい加減せこのうーん。百円。どこだーあ、あったあったあった。 ビーいいかげんせよビールの瓶の蓋…た開いちゃったむしむしむしあれは無視しましょうちなみにさ何か変わったりするどこが安全だよごめんなせこの <laughs> えない じゃあね、入るかー。入ります。そういえば、ここ、めがめになってるって言ったっけこっそり入こった子がいたけど、100円押してるといいなー。あー、フラグでしかね。やばー。めっちゃ怖っ。あったあったあった。いや、ビールの蓋はもういい。 ここまで来てビールのタワーンもういいうわあこわっ周りしっかり見た方がいいよね。 やっぱ来るパターンだこれやっぱチェイス系だうわ最悪やっぱ最後はそうくるかやっぱめっちゃゾクゾクするどっかにどっかにどっかに来る

ごめんねちょっとこれみんな結構しかやばいかもしれないけど許してくれ結構必死なんだ <laughs> よしよしいいよ,いよ頑張ってゼクジ目指そうよしよしいいよ,いよまぜ けるかこれはやだ100円だ OK 戻りたいけど来た道戻ればいいってことかなこれは非常にまずい3体いるとか負けねえか 危な結構追い込まれてたたぶん後ろからも来てんだよな来た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 。 もう一どっか来てるあっ o k ン台来たン台来たよし多分こっからいけると思う赤色に染まる時間を気れば やられてる。オッケー。セーブしてー。セーブできる。できませんでした。できねえよな。よし。で、これでガチャガチャ回しに行くと。オッケー。オ,オ,オッケー。オッケー。オッケー。さあ、回します。どうかシークレットが出ますように。はい。ガチャリンコ。 中身はくくしゃくしゃゃ丸められてるけどはがきだ宛先はムベンベラジオのリクエスト係になってるそんなことあるあよく見たこれムベンベラジオ消しゴムって書いてるやんあじゃあこいつがムータールでベンベンかベンベン恐竜だったんだ裏面は真っ黒でもこのハガキをポストに入れればハガキを送ったことになるよねじゃあ送りましょう、はい、深夜2時にレッツゴー このハガキを出せば無便メラジオのお題成功だよねはい投稿しますこれでこの誰もいない帰り道が終わるといいな終われよしさあ帰ろう終わる大変よく頑張りましたええこれで終わり はい。ということで、いかがだったでしょうかえー、無弁目ラジオ。まあね、えっ、ー、とー、若干のね、なんかこう、精神的恐怖をね、演出させるような、あのー、雰囲気の漂うゲームでしたね。なんかね、やっぱこういうコミカルな、あのー、グラフィックの中で、突然起こる、なんか不可思議な現象っていうのは、やっぱゲーム昔から、なんかたまにそういうホラー要素を入れてるね、作品もありますけど、やっぱ怖いよね、そういうのって。まあ今回はそれを、なんかね、えっ、ー、とー、まあ、ちなんだような、 まあ、ラジオを通して行われる、まあ、子供たちの間でね、広がる、まあ、都市伝説的な、七不思議的なね、えーまあ、そういう、あの、恐怖。子供だからこそ感じれた恐怖をね、あの、み取ったような作品だったと思います。いやこのゲーム、ぜひともね、あの、500円以内で買えると思います。えー、確か470円くらいかな僕の記憶正しかったら。うん、スチームの方でね、あの、発売しておりますので、もしよかったら皆さんもね、えー、お手元に、ね、 ご購入いただいて、お手元っていうかね <laughs>、あの、画面上手なんだけど <laughs>。あのね、ぜひとも、あの、ご購入いただいて、あの、ご自身でプレイしてみるのをお勧すすめします。はい。とてもね、あの、内容的にもそこまで、えー、難しくないと思います。はい。じゃあ今日のところは、ここまでしていきましょう。それでは、ハキヨーレイヴンでした。またね。バイバイ。最後まで見てくれてありがとうチャンネル登録、高評価、ベルマークに t いたもちろん押してくれるよな。え大人いって んじゃあ今からおまんち行くから。